はいどうも、今日も元気にバトルやっていきましょう。チャンプルです。ということでね、やっていきます。さあ、こないだ、こないだっていうか結構、前か、結構前に買ったコントローラーを使ってやっていきます。あの秋葉の駿河屋で買ったコントローラーですね。というのもね、このゲーム右スティックをね酷使するゲームなのでね、あ、これ外れるわ。OK、 右スティックをね酷使するゲームなんで、結構な頻度でね右スティックが働かなくなるんですよね。おー、本当にかける。メカ棒の火力が。じゃあ、いいね。なんか早い入力をしてもちゃんと動くから楽しいわ。なんかね、中途半端なね入力だとね、なんかキャラクター、あのメカボを素振りしたりパチンが引かなかったりするからね、結構あれなんですけど。OK、あ、ガチャメカコントロールか。OK、よし、そこから攻撃。ディメンションブレイク、もう一回打つか。オッケー。ほら、無双ランズ3をね、あのアイスパチンガーから入れても入るの本当にいいな。コントローラーをね、あの変えてよかったなって思うんですよね。マジでね、右スティックだけなんか簡単に取り外しできて、あの直せればいいんですけど、一番は。これもしかしたら、あ、大丈夫だった。さあ、ピポサルが同時に落ちてないんですね。これは強化なんか。うわ、すごい。今の見た？こんだけ早く入力できる。はい、終わりです。こんだけ早くできる無双ランブ3、なかなかないぜ。ということでね、いい感じになりました。コントローラーを変えて。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。 Thank you for watching。